はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、初めてプロ棋士のゲストを、お招きしまして、対談ということで。対談です。そうだったんです、ね。対談です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、大沢健郎三段に大沢と申します。来ていただきました。大沢さん、僕の年は一個、そうだね、1学年上で、はい。同じ長野県出身だし、ふるさとが一緒ですよね。ふるさと一緒だし、うん、同じ同門、兄弟弟子と。兄弟弟子。どっちが兄？それは僕が兄ですか？先生が兄じゃないですか？いやいや、先生なんて言ったことないです。初めて先生って言われたけど。そうかな。もうちょっと大沢さんは日々どういう活動をしてるのか。これ棋士によってなんか全然違ったりするから。ああ、確かにね。どうなんだろうと。基本やっぱ木曜日が手合い。そうですね。木曜日とか月曜日、ね。一応そこを中心にやっぱり動いてるっていうのは、うん、大体同じだと思うんだけど、どうですか？僕が基本的というか、やっぱりもうプロになった瞬間に囲碁普及っていうものを一番頑張りたいな。普段の対局ももちろん頑張るわけだけど、やっぱりこうね、囲碁ファンっていうのがどんどん減っていってるような傾向があるので、なるほど、そこをなんとか、止めるじゃないけど、止めるというか増やすっていうことを主体にやっぱ生活してますんで。なるほど。今日も囲碁打ってから来ましたよ、ここ。あ、囲碁普及をしてから。してから来ます。ここ、あ、さすが、うん。これは囲碁普及ですか？これも もちろん囲碁普及。これ囲碁普及ですか？でね、もう一本この後に、はい、動画分けてもう一本撮ろうと思ってるんですけど、本当その普及のことについてはまたちょっとそこで詳しく。あ、じゃあもう何も言わないです。いやいや、今は普及のことも一つも言わないです。別にそこまでしなくていいんだけど。普及なんかしたくないです。いやいやいや、僕の動画を YouTube の動画を使ってくれてると聞いたんですけど。 YouTuber ですよね。 YouTuber と言っていいんですかね。僕、はい、そう、やっぱり入門者、全く囲碁を知らない人に囲碁を教えることが多くて、ある会では、新しく来る人、はい、その経験者もいるし、新しく来る人もいるみたいな会をやってるんですけど、その新しく来る人は柳沢の入門の講座の動画が、入門を作りましたね、ありましたね、はいはい、あれを10本目まで見てくるのが条件みたいな。素晴らしい。そうなんです。こっちも助かってる。あ、よかった。いや、僕もね、本当にそういう使い方をしてほしくて、そうなんです、作ったんで。いや、それ本当に僕も嬉しいです。そういうふうに。で、その動画見てきてくれると、はい、やっぱりその最初からルール説明しなくても、なんとなく分かってきてくれるし、入りやすいのがあるかな。だから柳さんのことは YouTuber として紹介してますので。YouTuber として、囲碁棋士というか YouTuber として紹介してます。いや、でも本当に僕にとってもありがたいです。それは良かったです。それを見たその皆さんの反響はとかは何かありますか？はいはい、全然聞いてなかったですね。あ、全然聞いてなかった。また今度じゃあ、聞いておかないといけないですね。あ、でも分かりやすかったって。あ、本を見たりするよりも分かりやすかったから入りやすいな。あ、それは良かった。でも僕見てないんだけどね。その動画。一番やっぱりなんでしょう、年も近くて付き合いも古い。そうだね。もう付き合いってなるともうだから小学校の時からですもんね。最初に会ったのが小学校、僕が多分4年ぐらいかな、多分。だから20年はもうすでに、もう僕らが30超えてるんで、ね、ましたね、20年以上の付き合いになる。結構だから囲碁界の結構面白いとこですよね。子供の頃からずっと知ってる人とずっとなんか、そうなんだよね。ずっと縁があるというか、ライバルというか、こいつには負けたくないなみたいな時期を、小学校もそうだし、プロを目指す院生っていう、修行してる時も、ライバルだったかなっていう感じです。そうですね。思いっきりやっぱりそのプロの枠が、名古屋だと1枠しかないわけなんで、毎年1年に1人1年に1人しかないわけなんで、だから実際ね、修行時代は世の中で一番嫌いな人間だった。本当にいなくなってくれれば、自分が1年早くプロになれるのにみたいな。まあそうですよね。今は世の中で2番目に嫌いくらいだから大丈夫。ちょっとちょっと格上げされた。ありがとうございます。そうです、大好きです。まあでもやっぱりライバルっていう感じだった。まあそれはね、やっぱり。いや、僕も本当に
自分そのプロ目指した頃は自分がもうプロになるか死ぬかみたいなぐらい思い詰めてたっていうような話もしたんですけど、はいはい、もうなんならプロになるかもう 殺してやるぐらいのもう勢いはそれぐらいそのぐらいの実は自分そのぐらいの実は気持ちはいや本当に本当にいなくなってほしかったもん。なんでこいつ存在してるみたいな、まあ、大体その対戦成績が5分ぐらいの感じだったから、はいはい、こいつさえいなければと思ってた時期はやっぱりありましたね、うん、大阪とその決戦があった時に、ね、それ、ま、負けて、うん、自分がすごいショックだったのはもちろんなんだけど、うんうん、ちょっと周りに本当に申し訳ないという気持ちもあったんですよ。あそうなのライバルだったから、うん、負けろってちょっと思ってたこともあったし、なるほどなるほど、だけど、うん、柳沢プロになってくれた方が、うん、来年邪魔なやつが一人減るから、うんうん、勝ってくれっていうのと、うん、こうすごい気持ちが動いてたね、あの時は。で負けたんだっけ。そう負けて負けてんね、うん、もうちょっとで慣れそうなところから、うん、そうだよね、負けて多分周り的にはもうこいつ周りはもう行ったんじゃないかってって多分思ってくれてるぐらいの感じだったと思うんだけど、うん、まあ挫折を、やだね、戻りたくないね、あの時には、ね、今が幸せです。棋士になって辛いことは何ですかって聞かれることがあるんですけど、うん、あのところの辛さに比べればもう何の全然へでもないですよね。 もう、まあ、もちろんプロになって対局で負けるとかも、うんまあ、悔しいんだけど、うんうんまあそこで人生終わらないもんね、うん、まだ次があるなっていうのとか、うんうん、なんか僕今この撮影が一番辛いかもしれない、ね、今すいません、うん、ちょっと緊張で。そうなんか僕のいいとこはないですか、 なんか嫌いないいとこ嫌いなことしかないですか。いやいやいやそんなことないよ、いいとこいっぱいあるじゃん。いいとこないですか。いいとこいっぱい言ってみに自分のいいとこ。いや自分ではそんな。じゃあ1個ちょっと言ってみたら、自分のいいところ。自分のいいところ自分のいいところ。いやあるよ。いやちょっと今は出てこないけど、怖いんかい。いっぱいあるいっぱいあるけど、もういいとこいっぱいある。柳さん、ありがとうございます。もう自信持って、うん、じゃあ逆にえ僕の悪いとこ教えてください。えちょっとねもう本当そういうのを直していかないと、うん、そろそろで、だんだん、そろそろだんだんその周りの人もそんな指摘してくれなくなってきてるじゃん、うん、ちょっと大人になって味噌汁ともなってくると、ね、そうそうそう、なかなかね。いやでもあれですね、やっぱり、うん、直すっていうかだんだんでも変わってきてるよね。やっぱり変わってきました。自身もあの本当若い頃はもう尖ってたもんね本当に。いやめちゃくちゃ尖ってた、ね、そうだね、あの中学も一緒だったから。ああそうだね、中学一緒で。そうでしたね、うん、峠下校の時に柳沢君も前を歩いてる時とか、後ろから行って、そうです、ね、後ろからいきなり干渉されたとかありましたね。ごめんね、本当にごめん。本当に、いや、まあ、別に今となっては全然。でも優しくやったからちゃんと。結構でもそうピリピリしてやった。常に尖ってたね、うん、ピリピリしてました。もう最近もなんかふにゃふにゃだもん。もう本当に本当もう囲碁って素晴らしいなっていう。まあ最近ね、あの鳥取飲みに行ったりとか、ね。ああそうそうそう。逆になんなら今一番仲いいかもしれない、うん、そうかもしれないね昔はそのご飯行きたくなかったからね、その、うん、ライバル同士の時は。まあその一緒に勉強会みたいなとこ行って、先生のとこ行って、まあ、帰りにまあ一緒にご飯、ねうんまあ、食べて帰るぐらいのことはあったけど、わざわざ暇だから飯行こうぜみたいなのはない、ねうん、ね。だっていっぱい食べてたし食べるの遅かったし、ああそう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 、もう小食でもう食べ終わってるのにあなたもずっと食べてたから嫌だなと思いながら、野生の大食いでしかも食べるのが遅くて、自分も結構それコンプレックスだったりする。コンプレックスだったの？食べるの遅い。だってみんなすごい待たせてるから。あそれは分かってる。一生懸命でも食べようと思って食べれないんで、でも早く。でもそれ待たせながらおかわりするんでしょ。これしたこともあったかな体調もね、だから僕、ね、今一番いいんですよ、ね、一番いいの、うん、何10代の頃が一番体調悪かったから。あ確かにね、うん、なんか僕ずっと健康なんだけどね。めちゃめちゃ健康だったよね。ずっと健康、ほんと健康。それ素晴らしい。お母さんありがとう。素晴らしいことですよ。何の話これ、健康の話するの？そう、まああれなんですよ、いろいろ中学でね、やっぱりあの一人暮らしともなるとそう、そうなんだよ、中学から一人暮らししてるんだからさ。そうそう、あそうだからお互い同じような境遇ですからね。そうだからまあそうだから途中でもう家からかかってくる電話にももう一切こう出たくなくて、もう出なかったみたいな。それは心配しますわ。はい、じゃあすいません、なんか取り留めもない話をしましたけど、いやいやすいません、こちらこそ、はい、またなんかこう皆さんにまた
感想をもらって、はいはいはい、こんなまたなんかもうちょっとなんかあの話してくれみたいなことのがあればまた来てください。喜んで、はい、また来ます。喜んで来てくれるんです。喜んで来ます。嫌だけど、さっきすごい苦痛だとか言ってたけど、すごい嫌だけど、あの喜んでる風でやります。そうなんやね。大丈夫です。じゃあ、はい、とりあえず今回はこの辺で、はい、終わりにしたいと思います。じゃあもう一本ちょっとその囲碁普及のことを、はいはいはい、に絞ってまた対談をまたもう一本お願いします。はい、というわけで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録、そして、ご感想ご質問リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。そしてツイッターのフォローもぜひお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。